こちらが江川邸です。ここにあるのが枡形と言います。枡形は江川秀達が提案した農兵なんですけれども、農兵の朝練をした場所になります。幕末にですね、兵糧のパンをここで焼いたというふうに考えられています。お屋敷がですね、火事にも合わないで、今までずっと現在にまで至っているのはですね、実はここにですね、箱があるんですけれども、鎌倉時代にですね、伊豆に流された日蓮聖人がここに来て、そして、このお屋敷に災厄が及ばないようにということで、棟札を作りました。その棟札を入れる箱になります。こちらはですね、塾の間といいます。江川秀達がですね、日本を守るために近代的な軍隊制度をここで勉強しようということで、全国の若者を集めました。はい。こちらにある傷ですけれども、これは韮山城を攻めたときに、豊臣軍が打ち込んだ鉛玉の跡ですね。この富士はですね、寛政4年に松平定信が解剖のために伊豆に巡検に来ました。その時にここから見た富士山を絶賛した。今日はいい天気で本当に絶賛できると思います。